ーパーマリオ 3D コレクション、ちょっと早かったかもしれない。え、何？はい、どうも皆さんこんにちは、セブンと申します。それではね、スーパーマリオ64やっていきたいと思うんですけど、びっくりした、すげえ、なんだ君いた？なんか確かここにあるんだ。あー、すごい、もうテレサ時刻になってる。あー、なんだえ、あれ確かさ、なんもなかったんだよね、前ここ来たら。なんかここ、そう、カットしてると思うけど、テレサの倒し方教えます。恥ずかしがり屋のテレサです。目と目が合う瞬間、好きだと気づいた。と。透明の時は当たりません。背中を向けると現れます。後ろに回って殴ると弱い。なるほど。はいはいはい。でも後ろに回って殴ればいいの？速く走りながら Y ボタンを押すとボディアタック。はいはいはい、オッケーオッケー。おら、何？ちょっと待って、ボディアタック。全然当たらん。あ、そう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 、こいつ倒すと、中になんか鳥かごみたいに出てきて、そこのステージ行けるんでね。ちょっと行こうぜ、そこ。それは覚えてる。さあ、じゃあ行こう。ただどんなステージだったか覚えてない。テレサのホラーハウス、親方テレサを探せ。多分ここあれだな、クッパ倒して直後ぐらいに行くステージだな。ここまでおいで、ケッケッケ。うわ、怖え、ちょっと怖え。トラウマがあるところここだよね。ま、周りをくるくる回ると目を回すやつがいます。それなんか前も聞いたな。とりあえずこの中行ってみる。おっと、こいつか。こうだよ、ほら、ほら。あ、え、なに、な、な、あー、やだ。え、え、なんか変なところ来ちゃった。いいの、ここ、正解。ちょ、目回させたかったんだけど、あいつの。え、ちょっと怖っ。え、こんな怖かったえ、普通に怖いんだけど。大人になったら今なら余裕やろとか思ってたけど、本当にちょっとやだ、進みたくない。なるほど。どうだ、こっちでいいのか、それともここか。ここから来たんだっけ。え、違うな。泳ぐか、一回一回泳いで落ち着こう。あ、なんかあるね、下に。ちょっと待って。いやー、気のせいだったわあれ、何、ただのここ憩いのプール、憩いのプール。やっぱ大事だよな、憩いのプールって。なんでそれ。あ、なんだ、あー、こんなとこあったわ。どっか入れるとかかな、なんだっけ。え、なんかね、謎解きだった気がすんだけどな。いや、ちょっと何も覚えてねえ。なんだこれは、なんだ、ちょっとわからんな、この嵐の歌を覚えるところ。って出てくると、どういう、なんか謎解きだなこれ多分な。今解けるか、間違い探しみたいな。え、ちょっと酔うんだけど普通に。間違い探しっつってもな、そんななんか間違えてるところなさそうだけど、何周か見てみる。マジで酔うんだけど俺これだいぶきつい、皆さん気をつけてくださいね。ちょっと何周かしてみて、なんか変なところがあるかどうか。いや、特になさそうな気もする。あれ、俺残機めっちゃ減ってる、なんでさ、え、この前30機ぐらい増やしたのに。ショックなんだけど、なんか謎のタイミングで気づいたのも。とりあえずここは何もなしか。じゃあ一回戻りますか。何もなしっていうか、まだわからない。なんかを、なんかが足んないのかな、どうなんだろう、ちょっとよくわからんな。
もうちょっと先に進めれば分かることもあるかもしれない。とりあえずリフト乗りまして、普通に分からん。あいつの目回そうぜ。まずそれが俺的に一番最初なんだけど。おいおい、よし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 、あーし、それだけだから何、うわ怖っ。ここまでおいでを無視したからよくなかったのかな。透明帽子は目玉もびっくり、姿を消せる、テレサも真っ青、秘密の壁を通り抜けるぞ。でも透明のスイッチはもう押したからあれなんだよね、どっかに出てるはずなんだよね。この館から無事に出られたら偉い、はい、ありがとうございますありがとうございます。テレサの倒し方、あ、はいはい、これは分かった分かった。何回でも何度でも同じチュートリアルをやろうね。ペコパも出ました。うん、とりあえずじゃあ俺ここあーなんだ、とりあえず目玉は倒して、でテレサも倒して、お化けは死なない。もうお化けはもう死んでるみたいな。あ、とりあえずここは外れ、なんもなし。じゃあこっち、あーここなんかありそう。あーてぺぺ、あーあ、なるほど、こういうと落ちちゃったらここにつくみたいな、そういうシステムね。じゃあ戻りまーす。ん、なんか後ろありそうじゃない、ちょっと後ろ行こうぜ。なんかあるでしょ絶対、そのなんもないみたいなことがあり得るはずがないよな。めちゃめちゃコイン、めちゃめちゃコイン。あ、待って、裏口あるじゃん。裏口一番もう最強のルート、もうゴールから、あ、はいはい、君たち倒されてもらうよ。ちょ待って待って、お化けは死なない、無事に出られるかな。そう、分かったか、痛い痛い痛い、ちょっと待って、いやーなんかもういちいちテレサ倒すたびに言われんのこれ。あ、あっち行けない、なんでなんか向こう側見えるのにあっちに行けない。あー、なんだよくわかんねえな、怖い、このよくわからなさ怖いね。まあいい、じゃあもうどんどん先進みますか。でこっち、カメラワークゴミなんだよな。オッケー、ヤッフーってやって、で先進んで、あ、赤コイン、あいちいちあーって言っちゃう、やば、待って、あぶれ、なんだこっちかな、あ出た、怖いやつだ、怖い、これあれじゃね、いろいろ襲ってくるやつ、ポルターガイス、透明帽子、これ抜けられるでしょう。おー、あ、なるほど、そういうことね。なるほど、透明帽子を使えばあそこ抜けられると。うお、怖いけど効かないよ。ちょっと効きそうだったんじゃない今とりあえずこうして、ん？全部巡った気するが？あ、全部巡ったな。ん？じゃあどないせい言うねん。ん？ああ、よくわからんな。ん？あ、透明帽子をかぶって。ちょっと待って。待って、2階に行く方法があるとか、そもそも。いや、2階ってかあれだな。ん？
ちょっと待って、透明帽子かぶって、あ待って、トラウマピアノの後ろになんかあるやん。ちょっと待って、あ襲ってこないで、襲ってこないで。これ倒し方とかあったっけ、倒してみる、いって、これ無理やな。なんか上にもなんかあるの見えるけど、いやとりあえず透明帽子かぶって、透明帽子かぶってこうして間に合うかこれ。なんだこれは。いやこれ間に合わんな。で降りて、あーこう間に合わなかった。これダッシュで行けば間に合うか、なんか間に合いそうな空気もあるよね。ちょっとやってみますね。で、こっちだ、こっちじゃねえ、間違えちゃった、間違えたらもう終わりよ。よっしゃ、もう一回やってみます。でこうして、でここか、でここじゃねえんだって。もうじゃあちょっとよしやってみますね。さあ間に合うか。でここで落下、ギリギリ間に合う、間に合う、これは無理だな、これは無理やな。そしてなんだここは。もうちょっとわからんな。え、ちょっと待って、積んだ、大人になって積んだ、再びここで、再びっていうか友達ん家でやったんだよなこれな、確かな。ちょっとわかったかもしれない、間違えた。ちょっと分かったかもしれない。はっ、痛い、違う、オッケー、ボヨン親方のでお出ましだ、カッカッカ、やった、来た、やった、絶対これだと思った。テレサを全滅させました、全員倒した。でこれでキングテレサなのか親方テレさんのか知らないけど出てくる、出てくる、ドゥン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 、よし来い、よし、ドゥン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 、はっ、よし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 、お前なんか恐るるに足らないと思ってる、よーし、え取りに行けないんだが、あなんだなんだな、びっくり、びっくらぽん、うわてかマジでクソ時間かかった。ふざけやがって、全然全員倒そうって言ってたっけ。言ってた、親方テレサを探せキャッチ、言ってたならば俺のミスだろう、悪くないだろう。ちょっと待って、いちいちこれテレサ倒さなきゃいけない、これめんどくさ。もうちょっとなんだ、あよかったよかった、特殊なテレサのメリーゴール、あこれの謎がついに解明される？でも多分直接向かうんじゃないと思うんだ俺。だ2階に行くんじゃない？行けるようになった。多分そうだと思うよ俺。よし。あ、透明。あー、目玉が、いた。ちょっと待って。眼球と、待って、眼球と角膜離れすぎじゃね？コンタクトレンズつけたまま寝ちゃった？大丈夫かな？ねえ、角膜剥がれちゃうとね、下手すら失明するけど大丈夫かな、大丈夫ですか、うん、ここはあれか、赤
赤コインがあるぐらいか。赤コインはまた後で集めようと思うので、まあまあとりあえず無視でいいでしょう。でここもポルターガイストおじさん、これ何スイッチ、あーやばそう。いやーちょっと下行ったらどうなるか気にはなるが無視しよう。あーなるほど、透明帽子ん、かぶってどうする、危ない危ない、下行ったらどうなるか気になるけど、またそれは今度試す、悪くないだろう。うん、別にここには何もない、ここ降りれるぐらい。じゃあちょっと他のところ行きますか。わあ、なんだこれも赤コインがあるぐらい。あー落ちちゃった、ちょっと待ってと言われたって。まあ多分そうだろうな、赤コインがあるぐらい。じゃあこっち、あなんだここは、うわすげえやだ、すげえ早っ、大谷やん、早い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 、はい、ちょっと待って、あなんだ、あ何、あなスイッチ押す順番があるんだ、これ違う、これこれこれで、おーうわこういう部屋作ろう、大人になったら、大人ですがもう、えゲットできる、メリーゴーランドの謎は何一つ解明されないまま終わりました。本棚お化けの謎キャッチ、あなるほどね別のをクリアしてしまったというわけですねっと、あーシュイーン、さあテレサのメリーゴーランド行きましょう。じゃあ全部巡ったかな、全部巡った上は、ちょっと待って記憶があやふや、もうちょもう記憶があやふや、ここあ来てないよね、あなんだあそこ、ちょっと行けるそれ、行けなそう、あーちょっと怖いっす、トラウマ、ピアノは怖いな。あそこは、いや、まあ、あそこは多分まだ大丈夫だから、勘だけどね、まだ多分大丈夫だから、ちょっと無視していいとして、ここの帽子だな、ここの帽子をかぶってポン、で、かぶってポンして落ちるみたいな、そういうパターンじゃない、俺多分そうだと思うよ、俺。いや、バグっちゃった。OK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 。で、あ、やっぱり間に合う、これ。間に合わないあでも火吹くようになってんな、あっとこれ全部倒せばいいの、これ全部倒せばいいんじゃない、ちょっと待って、無限に湧いてくる、え、ちょ無限湧きなんだから、2匹倒した、あでっかいの出てきた、これ何、一回攻撃した、今一回攻撃が決まったみたいなあれがあったけど、何もボタン押してないよ、はっ、なんだこれはえ俺の今までのさ、えここ遠目ぼ何してんだ俺は、遠目星で行くんじゃないのかみたいなのは全然的外れだったってこと、恥ずかしいんだが普通に恥ずかしい、よしテレサのメリーゴーランドキャッチ、セーブして続けるね、ここのテレサ退治できない全員ちょっともう嫌なんだけど、よしで多分そろそろ赤コイン出るでしょう、赤コインやって終わろう、8枚のコインはどこだ、さあ全部完璧、なんだ3階があるのかっていうか、なんか上にいない、気のせい、ちょっと待って気のせいですわよしじゃあ行きましょう、赤コインの場所もなんとなく全部出たでしょう、まあ、とりあえず全ての扉を巡り、さあトラウマピアノと戦わなきゃいけない、
行ってほらもうで回復まあ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 ね、来ると分かってて即死じゃなければそう怖くはない。この奥なんか赤コインとかあったっけ。赤コインはなさそう。オッケー、じゃあいいや。よしで赤コインが、これで3枚目は、オッケー。いや無敵状態だからもうちょっと欲しい。おいっと、で下の階にはないんだよね。下の階ってかメリーゴーランドのところには赤コインないよね。ないよな、ないよな。これ倒した赤コインとかじゃないよね確か。あ、見れないあー、じゃあここは無視でいっか。ここ、いや、ここはいいや。ちょっとまた落ちる可能性があるし怖いから、ここじゃなくてこっちだな。こっちこっち、ここです。こっこ、こっこ、いや待って、怖い怖い怖い。はっ、あー、やばい。なんで無事？あー、バグった。あー、ガガガバグ、ガガガバグ、怖い。あれが一番怖いな、世の中で。世の中で一番怖いの何ですか？ガガガバグ。みんなもきっとそうだと思うんだけど、俺世の中で一番怖いのはガガガバグ。うん、あれが一番怖いよな。え、なんだってなっちゃう。よし、いやーんやばい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 。なに、そんななんかやられ方あんの。危ない危ない。オッケーオッケー。で6、あと2枚、あと2枚、あと2って出た。ちょっと分かんなかった。こういう時はしゃがんで歩く。いや、しゃがんで歩く必要はない急に裏切る。あ、出てきた。どこに出たのかが分からない。2階っぽくない？ 2階っぽかったよね。2階のこっちもすぐ出たところにあるみたいな感じです。さあお疲れ。いやー、まあとりあえずここはクリア。ちょっと待って、1回出るわ。怖い、テレサが怖い。さあ、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。いや、なんかここにね、新たなステージが出現してるとはね。なんか確かそんなだったな、確かに覚えてなかったわ。よし、じゃあね、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。よければね、高評価、チャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。励みになるんでね。それではね、また次回はどこやろっかな。なんかこの前さ、リタイアしちゃった2ステージあるじゃん。あそこをちょっとやって、あっちっち砂漠だっけをやっていきたいと思いますのでね、よければまた見てってください。それではね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバイ。